高山市奥飛騨温泉郷関坂の新穂高ロープウェイは、中部山岳国立公園にそびえる標高3000メートル級の荘厳な山々を通年で楽しむことができる観光スポットとして、国内外から多くの観光客が訪れています。西穂高口駅2階にオープンした土産ショップ、めぐみは、北アルプスの大自然の恵みがコンセプトです。商品には伐採木を活用したストラップやアロマオイル、ルームスプレーが新たに加わったほか、山々にかかる雲海をイメージした地酒、天空雲海濁り、アウトドア用品メーカーモンベルとコラボしたいただき T シャツなど、いくつかのオリジナル商品も並びます。新穂高ロープウェイを運営する奥飛観光開発の瀬下圭介営業推進部係長は、北アルプスの絶景とともに記念に残る自分だけのお気に入りアイテムを探してみてと話しました。